カミキリモドキとは、節足動物門昆虫門甲虫目カミキリモドキ科のカブトムシの総称。名前通りカミキリムシに似た触覚が長い体長5ミリメートルほどの小型の甲虫類だが、長めの触覚以外には、カミキリムシとは全く似ておらず、大顎はあるもののカミキリムシほど顕著ではなく、体表もカミキリムシに比べて、甲虫とは思えないほど柔らかく、 足の先端近くの布節部分も、カミキリムシほど膨らんでおらず、容易に見分けがつく。春から夏にかけて見られ、10日にも飛来する。動きも鈍い。成虫は、土中や、普及した朽ち木などに散乱し、幼虫はそれを食べて成長し、やがてその中でさなぎとなり、成虫となる。成虫になってからは花に集まり、その花粉などを食べる。本種は、 人が近寄ってもあまり逃げる素振りを見せないが、それは本種の多くが体内にカンタリジンという毒成分を有した血液を持っていることであり、これを後ろ足の第一関節の近くから刺激を受けた場合に分泌し、人の肌に触れると、やけどに似た症状を引き起こし、かゆみなども起こす毒を武器にしているためである。また手で叩いて圧死させても、体外の血そのものが毒物であるために、 同じ症状を起こさせる。退職が派手な種類が多いのも、そうした毒を持つ、警告色である。本グループは卵、幼虫、さなぎ、成虫と完全変態を行うが、どの形態であっても一生を通じて体内に毒を含んでいる。日本産のカミキリモドキの代表種は、以下の種となる。ありがとうございます。